はい、皆さんおはようございます。和道です。2018年1月の26日、20時18分です。よろしくお願いします。水増しについて語ろうぜ。なんか水増しツール盛り上がってんでしょ。ねえねえ、みんなどう思う、どう思う、どう思う。 水増しツールについて語ろうぜ。健坊さんはどつ楽しんでて。いいっす、いいっす。いや、今ね、島忠ホームズから帰ってきたんだけど、楽しかったわ。なんかデートしてるみたいで。ホームセンターに2時間ぐらいね、のんちゃんとプラプラして、ラーメン食べて帰ってきたよ。鳥の餌買ってきた。まいさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。水増しツールとかクソダサくない？俺逆に言うけど、水増しツールを使ってるやつ情けないと思うんだけど。マキロワドツ。はっきり言うけどね、水増しツール使って影響力は上がります。大手になれます。ただね、配信サイトが変わったりとかね、いろんなところでね、後で自分に返ってくるよ。なんで急に、なんだっけな、サソリンさんっていう人が水増しツールっていうのを俺は使ってるっていうのを、使ってるっていうか、その仕事を受けてるっていうことをペラっちゃって、今炎上してんだよね、結構。ういっすー、おーねやー、風船ありがとう。いつもありがとうね。のんちゃんの買い物行った行った。2時間ぐらい島忠ホームズで、買い物してたよ。俺さ、財布をさ、落とすから全部チェーンつけてるんだけど、そのチェーンが良くなかったのね、今まで使ってた。今までこれ使ってたんだけど、今までのタイプはさ、両方ともフックがあるタイプ使ってたの、これ。黒だから見えねえか。こういう風に両方ともフック。だからチェーンが外れちゃう時があったのよ。でも今度はね、このフック一体型のやつ買って、あー、絡まった絡まった。フックが1個しかなくて、フックの下の鉄の部分にチェーンがついてるやつ買った。これに財布とね、定期入れとか全部くっつけた。鍵とか新しい方こっち。あー、重てえな。ごめんごめん。ああ、絡まるな。まあ、とにかく、こういうの買ったり、鳥の餌買ったり。てか、掃除機が欲しい。なんだっけ、のんちゃん、あのメーカー。アイリスオーヤマのハンドクリーナーめちゃめちゃ欲しいんだけど、1万3000円だって。アイリスオーヤマよかった。和道さんもリスナーから依頼あったけど、受けなかったと言ってた。俺？和道さんも？和道って俺だよ。俺そんなこと言ってないんだけど。そそはどつ。水増しツールはね、俺はね、存在疑ってた。で、もう、何人かわかるの、体感で。あ、この人使ってるなって言って。で、俺はまあ、オープンだから全然話せるけど、ドレさん使ってますよねって何度も聞いてる。ドレさん、水増しツールダメだよっつって。で、ドレさんはやってないと。ただ、ドレさんの見解だと、おそらくリスナーやってるなっていう。俺はやってないけど、和道リスナーから依頼があったの？ああ、そうなんだ。なんで俺は受けないの？あ、何？オファーがあったってこと？へえ。だから、ドレさんの見解だと、俺は水増しツール使ってないけど、俺のリスナーが依頼して使ってる分には、俺らにとってはありがたいことだから、別に何の問題もなくねって。俺が使ってねえんだからって。っていうのがドレさんの考えだったね。あ、なるほどとは思ったけど、俺は。なんで俺は受けてくんないんだよな。なんだよな、それ。金払うってことでしょ？要は、和道のことを大手に仕上げたいと思ってくれたリスナーがいたってことね。いや、ドルさんが典型的じゃん。500人いて、もう5人もコメント書いてなくて、15分ぐらいラグがあるのよ。もうあれはもうツールだっていうのは、なんつうの、配信者のうちわでは分かってるよ。ありがたいとか言うよりも、俺は別に、やりたきゃやればって感じだね。ただ、なんでオフワッチの場合問題かっていうと、リスワンがあるでしょ。リスワンとかを一生懸命頑張ってる人にツールで操作できるっていうことは不正じゃん。そういうのは良くないなと思ってるね。フェアプレイでいかないと。ただ別に、こうなんつうの、俺は大手だってやりたい人はやればいいんじゃんみたいな。リスワンには反映しないんならいいんじゃないの？リスワンに反映しないんだったら別に何の効力もないから、だったらいいんじゃん。なんか、それでコメントが少なくて俺は何が楽しいっつうか、見え張りたいだけじゃん。これは見栄張りたいとかないから。リスナーが勝手にやっても問題かな。だって俺らコントロールできなくね？ リスナーが勝手にやるんだよ。どう問題なんだろう。俺らは対処しようがねえっていうのは、
確かになと思ったけどね、ドルさんの言い分で。例えばシロさんが依頼して俺の勝手に閲覧が増えて俺コントロールできなくね。リスワンだけかな、閲覧の問題は。リスワンに反映されないんだったらいいんじゃないの。でもリスワンに反映されないって言っても、数字カウントはされないとしてもだよ、あのトップにずっと居続けたら新規の客が来るから、やっぱり問題あるとは思うけどな。うん、俺は別になんかそのなんだろう、大した問題じゃないと思ってるけど、正直水増しツールを使うのはダサいんじゃないかなっていうのはあるかな。なんかそこまでしてなんか騙してまで閲覧が欲しくないっていうか、なんかそういう態度って人間性の問題だから、後々なんかリスナーさんを裏切ることにつながってきそうな気がする。そういう一番大事な問題、配信者が一番向き合わないといけない閲覧数、コメント数、アイテム数、フォロワー数だね。なんでかっていうと、フォロワーがね、ドルさん2000人ぐらいしかいなかったの、相互フォローやってて。俺3000人いたじゃん、その時。で、明らかにフォロワー数とコメント数と、あと閲覧数が、比率がおかしかったの。大体ね、勘がね、整ってくるとわかるんだよ。だから、まあ、やってるだろうなっていうか、まあ、ツイキャスでもニコ生でも今でもやってるだろうね、多分。今でもやってるっていうのが実情だと思うよ。まあ客を騙そうとかリスナーさん騙そうっていう態度は良くねえわな。俺は使いません。はい。俺は使わないです。断言しておきます。だってさ、そもそもさ、フォローバックもしない男がさ、そんなツール使うわけねえじゃん。そういうのめんどくせえもん。リスナーさん、ほとんどリスナーさんの依頼、なんかね、3件がリスナーさんの依頼で、大手配信者のうち3件がリスナーさんの依頼で、2件は本人からっていう話だったような気がする。うん。それってリスナーがかわいそうだからやってる気がする。同情じゃなくて、いや、普通に人気者になってもらいたいっていうことでしょ。人気者に。まあ、リスナーさんがやってるんだったらしょうがないんじゃない?だって、配信者は把握しようがないから、うん。ほっとくしかないよね。まだ今回さ、ほら、リスナーとか配信者が仕掛けてる外部的なふわっち公式でやってないけど、サイト公式でやってるところもあるからね。それが立ち悪いんだよ。サイトがやらせをやってるところもあんのね。サイト自体が。そっちの方が立ち悪い。だってさ、ふわっちで200人しかさ、閲覧ないの。俺、セブンティーン行ったらアクティブ7000人だよ。そんなことある？そんなことある？アクティブ7000人だよ。俺、笑ったよ、さすがに。セブンティーンやったら、アクティブ7000人だよ。中国人が俺の放送見ると思う ?7000 人。さすがにやりすぎだよと思って笑ったけどね。アクティブ7000はすげえなと思って。トータル10万人。うん。俺は笑ったね。運営のあからさまな水増しに。まあだけど、ニコニコ生放送の公式とかでもね、ツール使うからね。ふわっちにサソリンは水増しする前に聞いたみたい。別に俺サソリンを責めてないよ。はっきり言うけど。うん。別にサソリン責める気ないよ。ただ、その、配信者が自らサソリンにお願いしたとするんだったら、その配信者は恥ずかしいねっていう話でしょ。サソリンは別に、だってプログラマーなんでしょ、要は。で、お小遣いもらえるからやってたってことでしょ。仕事でやってたんでしょ。ただ俺はその配信者が恥ずかしいとは思うけど、サソリンは別に責める気は全然ないね。まあプログラマーってそういう人じゃん。あ、こういう面白いシステム開発した、金になんねえかなとか、遊びでしょうよは。うん、不正なんてしようと思ったらいくらでもできるんだから。だからね、パソコン詳しいっていうか、プログラミングができるんだよ多分。プログラミングができたらそんなこと余裕でできるんだよ。あ、お金にならなかったんだ。かわいそうだね、じゃあ。誹謗中傷だけされて。まあ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 、いいんじゃない?その、悪い噂広まっちゃうから、それは受け入れないとね。うん。正義の豊洲マンさん、こんばんは。お金にならなかったか。まあ、ならねえだろうな。うん。でもまあ、一枠500円とかでやればいいのに。まあ閲覧が増えたところで話の内容面白くなかったらアイテムなんか飛ばないもん。
依頼するやつ、まあマンスリートップの方にいる人だったらお金払っても全然苦じゃないでしょ。100万200万持ってる人だったら、うん、例えばアイラは明らかに水増しやってないの分かってるから言えるけど、そのアイラがさ100万使うのなんか簡単じゃん。10万とかも余裕じゃん。1万円でも喜ぶと思うよ。月1万円でやってよっつって。でね、アイラの閲覧が200人300人だったらみんなえって思うじゃん。まあ正々堂々やってる方がかっこいいと思うよ、うん、少な人数少ないのにあんだけ花火上がってるっていう方がかっこいいでしょ。みんなは何、その水増しツールは悪だって感じなの？みんなの見解が知りたいんだよね。みんなはどう思ってんの？誰が悪いって思ってんの？どの人が悪くて、俺は水増しツールを頼んでるやつがクソだせえなっていう感覚クッソだせえなっていう別にリスナーさんが頼んでる分には不可抗力だから配信者に責任はないんだけど、もしお願いします、大手にさせてください、閲覧ツール使わせてください、お金払うんで、クッソダサくない？爆笑でしょ、本当に爆笑、爆笑しない？実力が伴ってないのに架空の IP を見て俺大手なんだぜって意気がってる人ってことでしょ。寒すぎるでしょ。いやダサいだけでしょ。だからサソリンなんかペラっちゃえばいいんだよ。こいつとこいつとこいつから依頼来たよって、どうせ言うんだったら中途半端に言わないでペラっちゃえばいいんだよ。うん、誰と誰の誰の依頼が来た、説明責任あると思うよ。不正行為をしてたのは事実なんだからさ、半端に喋るから炎上するんだよ。何が悪いんですかって堂々と言えばいいじゃん、サソリンは。え、ツール開発したらダメなんですかみたいな。うん、全部ペラってた。え、誰なの？結局誰が使ってたの？その、大手から依頼来た二人っていうのは誰だったの？え、賞金なんだけど、マキル教えて。うん。いや、閲覧につられて見ちゃうでしょ。それは人間の心理だからしょうがないでしょ。多く集まってるところにやっぱ人が集まりやすいっていう。でもさ、配信者はさ、それこそさ、なんつうの、命がけじゃないけど、本気で喋ってさ、本気で体張ってさ、その数字の勝負をしてるのにフェアプレーではねえよな。それってなんか、やっぱダサいかな。うん。リスナーの依頼がロンタリさんとツバニャンで、本人は、あー、ロンタリツバニャンか。まあ、ツバニャンも俺は黒だと思ってたけど、ロンタリも確かにおかしいなと思ってたけど、まあ、だからクソダセーのはツバニャンとロンタリか。ツバニャンらしいな。イニシャル、ドレさんでしょ？ D ってドレさんしかいないでしょ？やっぱドレさん、ツバニャンのこの二人は怪しいと思ったの。ロンタリは上がってるんじゃないかなと思ってたけど。Y って誰？ドレさんでしょ？本人依頼がドレさんか。え、水増しツールなんてできたん？できるできる。Mac は昔から閲覧水増しできたけど。できるでしょ？要は、あれでしょ？アクセス数を増やせばいいだけでしょ？だから、あの、ブラウザを複数立ち上げて、ログインすればいいんだよ。多分。要は、ブラウザなのかな？試してみたいよな。多分ね、ソフトでできるんだよ。多分ね、ソフト開発しやすいのはエクスプローラーなの。あの、Chrome とかって開発しにくいから、多分ね、エクスプローラー複数起動の IP まではバラバラにしないと思うんだけど、それでガッて起動させるんだと思う。大手2人が D と Y しか言わなかった。まあ、D はドレさんじゃないの？うん。多分そうだと思うけど。具体的なやり方を言った途端に枠止められたから気をつけて。いや、俺は開発者じゃないから。俺は不正行為やめようよって言ってるから、これで規制なんてかけられたら俺怒るよ。言論の自由に反するでしょ。俺はやめようよっていう立場だから。マキルありがとうね。アドバイス。さすがにこれで言論弾圧でしょ。俺は不正行為やめようよっていう話しててさ、さすがに運営さん止めないと思うよ。むしろこういうことやめてっていうアナウンスをしてるわけだから、運営さんからしたらいいことでしょ。Mac のプライベートなんちゃらでタブを開くだけって言ってました。あー、わかった。Mac のね、シークレットモードだ。あ、簡単だわ。要はね、システム開発とかそういうレベルの話じゃないわ。え、マジで？マジか。オッケーオッケー。気をつけるわ。うん。
でもね、やっぱ不正行為はダメだよ。不正行為はダメ。ヒカルくんかわいそうじゃない？ヒカルくんすげえかわいそうなんだけど。ふわっちはね、技術的に、それふ、ふわっちは防げないよ。IP 管理で防いで管理はできるの、ふわっちは。だけど、ブラウザでさすがに開くだけっていうのは、要はね、IP に対して閲覧を割り当てないといけないんだと思う。防ぐの難しくない。要は IP のアクセスに対して、閲覧基準を作ればいいから。でもね、そんなに難しくない。でもめんどくさいと思うよ。手間はかかると思う。スペックのパソコンが必要。スペックが高くないと重たいから、要はずーっと音声を垂れ流せる状態の、ただのパソコンがあればいいだけでしょ。1個のパソコンで200ぐらいだろうね。だから俺は、ドレさんは閲覧200とか、俺と同じぐらいがちょうどいいって言ってたの。だから計算が合うんだよね。運営さんに なるほど。なるほど。これタブーだな。よ、だんだん分かってきた。じゃあこの話やめます。この話やめます。 この話やめるわ。なるほど。だんだん分かってきた。やめよ。閲覧が一瞬で20とか消える人はツール使ってる可能性高い。20ぐらいじゃねえ。全然。母体がでかかったらタブーだわ、これ。ようやく分かってきた。すいません。次枠いきます。お疲れ様です。長いものには巻かれるよ。別の話題で枠取り直します。権力には逆らうな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。